皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。シースター S50 の後編になります。後編ではですね、実際操作するところをリアルにお伝えしたいなと思って、少し長めの動画になっていますが、じっくりご覧いただければなと思います。私のベランダから撮影したので、まあ天気そんなに良くなくて途中で曇ったりとか、した時もあったんですよ。だからそういう時に、あ、こういう風になるのかっていうのも分かると思うので、その辺も惜しみなくお伝えしたいと思います。それではご覧ください。はい、それではですね、ただいま、シースター S50 をですね、ベランダに置いてきました。はい、スマートフォンで実際天体撮影やってみましょうか。まあこの映像の通りなんですけど、私の家のベランダですね、お世辞にもまあ視界が開けているとは言えないです。まあ隣にお家ありますし、なんかベランダにはね、なんていうか洗濯物の物干し竿みたいなのがあったりとか、ごくごく一般的な、お家です。通常天体写真を撮るときって南向きがいいよみたいに言われてるんですけど、北側とかね、結構ちっちゃい星雲星団とかあるんですよ。東西南北どっか開けてれば撮れる対象があるんじゃないかなと思いますので、とりあえずこうベランダに設置してですね、そっち側に向けてみるっていうのをいいと思います。オレンジどっちを向いてるんだろうなってのは調べておくと、なんとなく自分のベラン家のベランダから何が撮れるのかっていうのが把握できるかもしれないですね。で、最初に水平撮んなきゃいけないですね。このデバイスナットレベル5アジャストとかあります。ここをタップして、このスマートフォン持って、水平を合わせに行きましょう。はい、水平を合わせてきました。フィニッシュアジャスティング、アドジャスティングですね。で、実際ここから見ていきたいんですけど、さあ何見ようかなと思うんですけど、このトゥナイツベストですね、こっから行くのがいいでしょう。まあ、M13 行ってみます。下にね、ビジビリティってあるじゃないですか。これ今この位置だよ、65度っていう高度だよっていう感じなんですけど、シースター S50 はですね、経緯台というタイプのこのモーターっていうか、縦横に動く、モーターを内蔵した機材なんですけども、この機材ですね、まあ、高度大体85度以上になってくると、星を追いかけるのが難しくなったりとかっていうことが起こってくるんですね。なので、その85度以下であることがおすすめですね。で、これすごいのが、ここをこうやって動かせるんですけど、上にね、時間が出るんですね。何時の時ここに行くよって。で、何時の時この高さだよみたいな。で、方角がこう、右上に出るんですよ。N はノースですよね、北。で、W は西かな。うん。で、イーストが東なんですけど、今これ南西なんですけど、うちからギリギリ行けるかな。ちょっと、見てみましょうか。このままゲイジングをタップします。はい。Go to Object。これで、シースターが自動的に M13 の方を見てるはず。通常の天体望遠鏡ってアライメントっていう作業をするんですよ。要はその、このアプリとかで使ってる星図、星の図ですよね。図面、地図。その地図と実際見ているところが本当に同じなのかっていうのを、撮ってる人がこう確認をして、ここで合ってるよってやんなきゃいけないんですよ。合ってなければ自分で合わせなきゃいけないんですよ。うん。で、それがね、一切必要ないです、これは。はい。で、プレートソルビングっていう、技術があります。カメラで、この今シースターに内蔵されているカメラで撮影したその画像をですね、元にして星の位置っていうのを解析するんですよね。自分は今ここを見てるな、自分はここを見てるなって確認しながら、こう答え合わせをしながら見たい方向に向くっていう機能がですね、これついてるんですよ。すごいですよね。はい、今 M13 がちょっと屋根に引っかかって見えなさそうだったんで、場所変えてきました。はい。で、今さ、で、これ場所変えたらなんですけど、いや、こういう場所を変えるっていうこともね、普通の天体撮影では絶対ありえないんですよ。水平出てるっぽいな。大丈夫ですね。で、このまま M13 もう一回ゲイジングしてみますね。はい。Go to Object。ちょっと待ちましょう。シューティング。写真を撮っています。
こうやって写真を撮って解析をしながら、星の位置っていうのをこう追い込んでいくっていう感じですね。これ待つだけなので、この間なんか仕事とかしてもいいし、なんかパソコンでこう YouTube で動画見たりとかねしてもいいんですよ。うん、これひたすら待つだけですね。はい、今表示されましたね。わー、あー、真ん中にいるんですよ。すごくないですか？だって今途中で位置ずらしたんですよ。やばいっすね。で、これ AF オートフォーカス一応しましょうか。多分これピント合ってるっぽいんだけど、オートフォーカスします。このオートフォーカスが内蔵されてるってのもすごいですよね。これも今フォーカス合わせてくれてますんで待ちます。はい、おー、まあほとんど変わってないように見えますけど、はい。で、オートフォーカスがあったら、この下の赤いボタンを押しましょう。これ撮影マークですから。はい。そうすると、撮影開始します。すごいね。で、これまた待つんですよ。でね、最初ね、こう、ダーク減算、多分してるみたいなんですよね。その、ダークっていう、そのノイズだけの真っ黒い画像を取得して、それを、引くことで、こっからの画像をきれいにするっていうことが多分今一番最初にやってるんだなというふうに思います。おっ、おお、終わった終わった。はい、撮影開始しました。10秒の撮影をし続けます。で、それをスタックしていくんですね。ですので、時間が経てば経つほど画像が美しくなっていきます。わお、もう最初のこの10秒、20秒で、もう10秒でこんな風に映りましたよ。はい。で、撮影開始すると右側のこのマークとブライトネスがアクティブになりました。このマークを押すと、ここに M13 ありますよっていうのを教えてくれてます。はい。ですね。で、これブライトネス押すと、これからこう明るく、もっと明るく表示したりとか、暗く表示したりとか、背景の黒の締まりですよね。そういうのをこう調整できるっていう意味のブライトネスじゃないかなと思います。だから、あ、1分今行きましたね。1分だから10秒6枚スタック処理、してるってことですね。星の位置合わせをしながらスタック処理もちろんしてるので、しっかりと星が点で映っていると思います。これね、このままピンチするとこうやって拡大できるんですよね。で、こうやって周辺のこういう星の映りとかもこう確認できるんですけど、楽しいですよね。この撮影が今そこのベランダで行われてるんですよ。待てば待つほどどん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 写真が綺麗になっていきます。今2分経過しました。だから12枚スタックしたってことなのかな。うん、撮ったことない人にとっては結構インパクトありません？うん、すごいと思いますよ。とりあえずこれで M13 ちょっと締めてみましょうか。はい、そうすると左下に出てきますんで、今撮った写真がこれですね。これだよっていう感じ。はい、じゃあちょっと次もう見ていきましょうよ。はい、この右下の、この北斗七星のマークを探すと星図になります。ここ一応説明しておきますね。で、こういう風にですね、ピンチすると、あ、この辺見えるのかなみたいなのが大体わかるわけですね。で、コンパスっていうのやると、こうスマートフォン向けた位置で、星が何見えるのかなっていうのも一応わかります。はい、でグリッド表示すると、はい、こういう風にですね、何度何度何度っていうのが、出てきます。グラウンドを押すとこう地面が消えますね。南半球も見れちゃうっていう感じですけど、まあ、ここからオブジェクトっていうのをクリックして、ここからもまたトゥナイツベストとかも行きますし、検索することもできます。はい、またトゥナイトベスト行ってみましょうか。で、次は、違うやつを見てみようかなと思うんですけど、アンドロメダ見てみる？アンドロメダ。はい。NE だから、北西か。ちょっとこっからだと見えないですね、じゃあね。で、高度もちょっと20度と大変低いです。
センターってこうやってやると、あ、ここに行きますよみたいなのをこう設定できるわけですね。アンドロメダはちょっとなんかあのはみ出る感じですよね。はい、まあ、でもちょっとこれはね、まだ今はあのここからとちょっと見えないので、でこの画面のこのビジブルオールナイトっていう風にやると、あ、どの方角に見えて何度なんだなっていうのをここで見れますね。 IC1340 パートオブベールネビラ、これ言ってみます、センター、あ、こういう風に見えますよっていうのができるんですね。でここからこうやって動かしたら、またここの場所に行ってほしいっていうのができますんで、はい、でこれで Go to ってやれば、はい、行きます。今このベールネビラの方行ってます。また待ちましょう。ん、来ましたね。今撮影しながら位置合わせを行ってくれています。このね、角度はね、ちょっと斜めにするっていうのはできないんですよね。はい、追い込みましたね。いやー、素晴らしい。本当にこれだと本当に天体の知識なくても、まあ、使えるっていう、使い方を覚えればいける感じですよね。追い込んでますね、シューティング。あ、撮り始めましたよ。ここから進まない理由が分かりました。曇りましたね。ちょっと一回止めて晴れるの待とうかなと思います。はい、一応まあこのタイミングでお伝えしておくと、電源の切り方なんですが、あの本体の電源ボタンを押していただいてもいいんですけども、この左上の S50 うんぬんかんぬんって書いてあるこのここの部分をタップするとスライドトゥシャットダウンって出てきますから、でこれで右にずらすとシャットダウンができます。あっちが多分収まってるわけですね。はい、じゃあちょっともう一回晴れたらまたやろうかなーって感じですね。ちょっと晴れるのを待とうと思います。はい、では晴れました。はい、もう一回チャレンジしようと思います。それではですね、いきましょうか。M16 とかいけんのかな。イーグルネビラ和紙成分ですね。ゲイジングいきます。はい、Go to オブジェクトしてます。動いてるのかな、ちょっとここからは分かんないんですけど、多分動いてるんでしょうね。はい、お、撮影始めました。大丈夫、ちょっと空の方向、屋根にかぶってないか見てきますね。大丈夫っぽいっすね。はい、あ、星も映ってるな、大丈夫だな。はい、おー、場所特定できました。一応オートフォーカスもしとこうか。もう一回起動、再起動したからね。で、あのさっき M13 っていう球状星団を見ました。星がいっぱい集まってる粒々ですね。ああいう星団っていうやつは、まあ、そのまま撮影していいんですけど、今見てる和紙星雲みたいなやつは本当にふわっとしたら赤い星雲なんですよ。そういう、星雲を見るときっていうのは、右上にこう、右側に LP フィルターって場所、これライトポリューション、光害のことなんですけども、ライトポリューションフィルター LP フィルターをオンにすると、そういう赤い星雲っていうのは映りやすくなります。だからね、これ、今オートフォーカスしますけど、オートフォーカスが終わったら、おっ、LP フィルターをオンにして再撮影をしてみようと思います。はい、でこれで待つ。でさっきみたいな球状星団と違って、こういう赤い星雲っていうのはちょっと撮影してその出てくるまで時間がかかりますから、はい、のでちょっと気長、10分ぐらいかな、気長にとりあえず待ってもらえばなっていう感じですね。今再起動してからこうダーク撮ったんですね、今ね。こっから撮影開始ですね。お、今1枚目撮り終えましたけど、もうちょっとなんか見えるね。マーク。あ、ここにいるよって。おお、2枚目でちょっとまた浮き出てきましたよ。次3枚目。こうやって10枚ずつ撮ってスタックしていくんですね。今18分。18分。
露出をしましたね。で、明るくできるのかな、ちょっとまあ画像処理というかね。おー、出る気が出る気が。これが M16 イーグルネビュラでございます。はい、すごいですね。これそこのベランダで撮ったんですよ。すごいですね。はい、とりあえずこれで一旦撮影終了しようと思います。はい、でもう一個撮ってみます。もう一個なんか撮ってみましょうか。こんな感じでね、どんどん行くわけですよ。 Tonight Best。 あ、この M27 とかいいんじゃないですかね。 M27 小狐座の、アレー星雲ダンベルネビラってやつですね。あ、コードも、あ、74の大丈夫ですね。はい、これね、内からだとまだ見やすいんですよ。これやってみましょう。はい、お、早くもシューティングしましたね。特定しています。はい、場所の特定ができました。で、これで撮影しちゃいましょう。お、早くも映りました。早くも映りました。これもね、この LP フィルターオンにして撮影した方がいいですね。じゃ、ちょっとこれもまたこのまま放置しましょうか。ちょっと曇ってきちゃったみたいですね。20分ぐらい多分放置しちゃったと思うんですよ。11時で止まってますね。これね、曇ってるカットとかは、スタックしないんですよ。排除してくれる。だから、綺麗な画像をこうキープしてくれるっていうんですかね。そういうところもすごくないですか。私も写真家やってて、撮影技術も習得そこそこしてますし、いろんな機材も扱えるわけですけども、そういう風に、もう、天体写真やってる人でも、家に一個あっていいんじゃないかなって感じしますよね。やっぱりそういうがっつりした撮影を楽しむのと、こうやって手軽にモニター上で楽しむのとは、わけが違うというか、全く違った天体写真のアプローチだなと思うんですよ。だから初めて天体写真撮りたい人、これからやりたい人以外にも、もうやってる人にもおすすめのアイテムだと思いますね。これ M27 ベランダからこんな風に撮れるんですよ。これすごいな、すごいですよね。はい、というわけで、今日の動画はここまでになりますかね。ひとまず、まあ、簡単な使い方っていうのをご説明いたしました。で、今私が踏んでいった手順を、追っていただければ、多分皆さんも、楽しめるんじゃないかなと思います。でね、最後に言っておくと、このデータっていうのは、ちょっとこれは、天体写真を今、現在やってる方に対しての情報になってしまいますけども、これスマートフォンで楽しむだけじゃなくて、シースター本体にもですね、一応データが保存されてます。天体写真の、処理で使う、まあ、いわば天体写真用のローデータとも言うべき、フィッツファイルですね、が、あん中に入ってます。高度な画像処理を加えたい方は、シースターとパソコンを接続していただいて、そのデータを取り込んでですね、フィッツファイルとか、動画は SAR ファイルで、記録されますので、パソコンに取り込んでさらに処理を追い込むっていうのもできると思います。で、私ね、それやりたいと思ってんですよね。もうちょっとお借りできるみたいなので、機会があったらそれやりたいなと思っています。で、実際惑星とかは、どっちかというと、こういうスマート望遠鏡で楽しむよりは、目で見た方が楽しいと思います。あと、二重星って言って、まあ、星が、色の違う星が並んでたりとか、白鳥座のアルビリオとかすごい有名ですけど、そういうやつは、こういうスマート望遠鏡で見ても、ちょっといまいちな感じなんですよね。あと、双眼鏡ですね。6倍とか8倍の双眼鏡でも、見れる天体、そういう双眼鏡じゃないと見れない大きい天体とかもありますから、スマート望遠鏡で楽しむこのディープスカイオブジェクトとは別に、天体望遠鏡で楽しむ惑星とか、双眼鏡で楽しめるような大きい天体とか、そういうのも追加で購入して楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。それでは今日はここまでになります。
今日のこの動画が皆さんのチュートリアル動画になって、シースター S50 でいろんな人がですね、たくさんの人が星空を楽しむ時間が増えるといいなと思います。まあ、一人で楽しむのもいいですけど、ご家族とかね、恋人とか、そういうですね、自分以外の人と宇宙の素晴らしさ、星空の楽しさをですね、共有していただけたら私はすごく嬉しいなと思います。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。